トライです。どうもゲズノクロモンです。ゲズノキです。タカヤです。今回お皆さんにやっていただくクイズは何ですか？天使と悪魔クイズ。おお早押しクイズをしてるときに、うん、頭の中に天使と悪魔が出てくることってありますよね。ないよ。あんま共感できないな。今回はなんと、うん、天使と悪魔が出てくる貴重な映像を入手しました。うん、貴重な映像。それは貴重だね。貴重だ。その貴重な映像をご覧ください。しまった。3文字で押しちゃったな。あれあれ。いやこれなんだろうな答え。悩んでる。え？なんか見える。リドリドリドリ。え？何ですか？答えは。ちいかわですよ。ちいかわ。あ、確かに。ちいかわかもしれないですね。確かに確かに。ちいかわ。これ天使。わかるでしょ。はいはいはい。ちいかわって答えちゃう。あ、あれ。ドライです。怖い怖い怖い。悪魔？殺されそうだ。答えはロングコートダディ。なんだなんだ。おお、え？ロングコートダディ？お笑いコンビの。確かにそれもあるな。驚きすぎて寄ってるじゃん。お友のこと言ってるの。悪魔なの。天使寄りだな。ロングコートダディだ。いや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 、悪魔に騙されちゃいけません。なんか小さくて可愛いやつ、ちいかわです。ちいかわ、ちいかわしてるなんだけどな。悪魔の言うことを信じられないのか。信じられない。悪魔だからとか信じろ。アメリカのせいでしょ。ロングコートダディだ。どっち。じゃあ何これ。まあこんな感じですね。早く押しすぎて2つの選択肢で迷うことありますよ。ちいかわって答えるかロングコートダディで答えるかで迷ってるってこと。そうです。犬の脳が生んだ産物はあれってってこと。だからってことってちいかわですってこと。いくらさんは天使よりというか。違う違う違う。ちなみに例題はどこで押してしまったかわかります？うさぎじゃん。あ、正解です。あうさぎとドウマエみたいな感じで続くのがロングコートダディで、うさぎやハチワレで続くのがちいかわ。あ、その通り。詳しい。共通項ね、見つければいい。なるほど、ね、なるほど、ね、解き方でした。今回は天使と悪魔の映像を見てどこまで読まれたのかをみんなで。あ文字数のヒントもありますんで、ね、最初に店員さんが言ってくれるのでそれを参考にして、で全員スケッチブックで回答していただいて正解だと1ポイントが入る。はい、はい、オッケー。映像はあと5つ用意しております。もう小出しにした方がいいですね。では早速やっていきましょう。はい、1つ目の映像です。うわ、またつい3文字で押しちゃったな。また3文字。早すぎる。押しが早すぎる。あなんか赤本みたいな。また天使さんだ。天使だよ。東大の赤本じゃない。あれ何ですか？答えは、はいはい、キューピーでしょうね。あー、キューピーか、うんうん、はいはいはい。マヨネーズなどで有名な企業なんでしょうみたいな感じで続くんじゃないですか。あー、なるほど。続きも言ってくれる。それめっちゃありそうだな、うんうん、じゃあキューピーって答えちゃおうかな。なんでぶっちかな。怖い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 。このシーン別にいらないんだよな。え、また悪魔も出てきた。違う。違うの？答えは24時間テレビだ。24時間テレビ。悪魔は皆毎年見ている。悪魔を見ているな。でも確かに24時間テレビもありえるな。いやいや、マヨネーズだよ。マヨネーズだよ。マヨネーズだよ。キューピーでしょ。どっち。はい、はい、お考えください。なるほどね。なるほど。まあまあでもね、ひらめいちゃったな。まあこれはみんな分かってそうだ。え、だってさっきの感じで言うとロングコートダディのウサギさんって漢字表記だけど、ウサギ3文字ってカウントしてるってことだもんね。あ、正確に言うと、まあ、文字数というよりは拍数みたいな感じ。足書とかは1文字扱って。なるほどね。じゃあ全員一斉にオープンしてみましょう。回答をどうぞ。バーン。愛は愛は愛は皆さん正解です。キューピーの方は愛は食卓にある。で、24時間テレビは愛は地球を救うから始まるのかなという。お見事、正解。はい、企業のコーポレートメッセージとキャッチフレーズですね、番組の、うんうんうん、まあ、逆にこれクイズプレイヤー最初の方しか覚えてないっていう。愛は食でもう押すから、うん、はい、じゃあ第2問はこちらです。いや、今回は5文字聞けば分かると思ったのに5文字しかないって。5文字はなかなかないけな、これ。結構被ってます。
来た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 、なんで赤本持ってんの。確かに、はい、まあ、永遠の謎。通選挙法はい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 、これに間違いないでしょ。なるほどね、通選挙法か。通選挙法答えちゃうかな、普通。バーバーまた向きで向きから。危なー危ねー。気を抜くな、クイズの最中に。あるんですか。キーキーのように刺されたおせる。リコリスリコイル。そういうこと。あー悪魔は夜型なんだよ。どういうことか。いやいや、全然選挙法でしょ。小ボケ伝わってないよ。でしょ。お前はリコリスリコイルを通っていないのか。ちょっと通ってないな。なんで悪魔が通ってて本人が通してないんや。確かに確かに。通ってないならネットで叩かれるぞ。そういう類のものではない。怖い。今らしい感じでしたね。むしろ親切心で言ってる気がするけど。ちなみに天使が持ってるのは東大の赤本だ。なんで。どういうこと。なんで。皆さん書けたようで、じゃあ福山さんどうぞ。治安維持。どういう問題文ですか。普通選挙法の方は治安維持法と、まあ、一緒に出されてアメとフチみたいな呼ばれたやつですね。リコリスリコイルは、うん、多分治安維持に奔走するリスのリコとずっとピア。どういうこと。イルカのリコを描いた。陸と海カバーしてるじゃん。あとはそうだけで。あれは何でしょう。はい、それでは鶴崎さん回答オープン。治安維持。おお一緒だ。同じようなストーリー。いや、アキナとみたいな。アキナ主人公の名前。え、人間。人間だよ。人間かい。人間だよ。人間だろ。はい、じゃあ最後もんちゃんどうぞ。ドーン。治安維持。おお、と全員回答が揃いましたが、正解は治安維持です。やだー。治安維持組織 DA に所属する。あ、 DA、 そうだそうだそうだ、そうそうっていう問題と、治安維持法と同じ年の1925年に成立したレフティ選挙、うん、という問題でした。お見事、皆さん正解です。よし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 。最悪片方しか知らなくてもなんとかなります。そうです。汎用性が高そうな問題でしたければ。では3問目はこちらです。いや、今回は読ませようとしたんだけど、4文字しか聞けなかったな。読ませようとしてる。4文字、最初から読ませてるよ。問題で読ませようとしてる。調整欄でしょ。調整欄、調整欄、調整欄。なるほどね。なんで最初から。怖い怖い。飛んできた。まだ天使の言うことを信じているの。これもまだあるんですか。違う、答えは答えは軍艦巻きだ。軍艦巻き。悪魔さんもお寿司屋さん行くんですか。回らないタイプのな。別に悪くないよ。悪魔って聞いてるの。女性なんです。女性なん。軍艦巻きだ。軍艦巻き。いい寿司屋の軍艦巻きは寿司専用の海苔を乾かすヒーターみたいなので海苔を温めているぞ。それも悪くない。寿司に詳しい。全然悪魔じゃない。悪魔は寿司に詳しい。あ、4文字ですよ、4文字。女性なんでなんだ。何を調整してるかってことだよね。鶴崎さんからいきますか。バン。ウニやい。もんちゃんは。はい、バン。イクラな。イクラさんはイクラや。ちょっと微妙に。軍艦ウニでしょ。イクラでしょ。これが丸になるこれも丸になるかなという砲丸回答ですね。正解はウニやいいです。イエーイ。いや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 、どういうこと、どういうこと。なんでなんで。軍艦巻きがわかりますよ。ウニやイクラなどです、うん、そうだね。調整欄は、うん、ウニやイソギンチャクでしょ。あ、イソギンチャクなんですか。一応こちらで用意しているのはウニやイモリの卵。イモリかよ。個体発生の卵割初期に下級を分離してもそれぞれが完全な胚を形成する卵のことを何と言うでしょう。あ、卵か。モザイク卵の対義語なんですね。モザイク卵の対義語、そう。なるほど。イクラは違うんじゃない。イクラなどのように。いや、鮭やでしょ。鮭やでしょ。思ったんだけど今の鶴崎のめっちゃ妥当なツッコミやったよ。鮭でしょ。やい。イクラ。イクラって言ってる段階でもうその食材としての名称だもん。え、問題はでもさ、何だった？ウニやイモリの卵など。諦めますか？諦めた。はい、ということで鶴崎さんが正解でございます。これ得点が、2点、3点、2点で鶴崎さんがリードとなっております。それでは4問目参りましょう。あれ、もういる。結構仲いいや。5文字5文字つけて。いやでも特徴的な言葉だと思ったんだけど、外してるし、まだ確定してないかな。どう思います。分解できるだね。攻めて押しましたね、はい。まあ、作家の五木ひろゆきさんじゃないですか。あー、なるほど。ちなみに悪魔さんはどう思います。お前は学習しないな。押しすぎなんだよ。
答えは、はい、ジブリパークだ。ジブリパークか。お前はジブリで何度泣かされたと思ってるんだ。涙もろいな。おい、よく言うんじゃないよ。ポンポコでもめっちゃ泣いてるんだ。あれ弱やつじゃなくても。ええー。なるほどね。はい、ということで。え？ジブリパーク。あまり共通項なさそうですか。ひろゆき。じゃあ福良さんから見ていきましょうか。はい、福良さんお願いします。青ざめた。お、これはどういった意味でしょう。五木ひろゆきさんってなんか青ざめた馬を見ようみたいな感じ。ああ。うん。だけどなんか並んで五木ひろゆきさんと。青ざめたロゴマークでおなじみの青ざめすぎだ。青いロゴマークじゃない。青ざめたロゴマーク。青ざめた園内で知らない。青ざめる。じゃあ鶴崎さんお願いします。どんどこも。おお、なんかどんどこ森のエリアみたいななかったっけ、ジブリパークに。それ一本やり。ジブリパーク側からのアプローチ。そう、伊吹弘之さんはどんどこどんどこもという作品を。そんなぴったりの作品残してるの。じゃあもんちゃん回答どうぞ。はい、答えは青春の。いやー、やっぱそれあんの。青春のどういう読みでしょうか。青春の門が五木ひろゆきさんで、青春の丘やどんどこ森がジブリパーク。2つからアプローチしたもんちゃんと、まだ自信あり。ジブリパーク一本の佐々木さんと、五木ひろゆき一本の福良さん、正解は青春のでした。いや、お見事、完璧です。青春の門や大河の一滴などの著書で知られる作家は誰で、五木ひろゆきさんと、やられた。青春の丘やどんどこ森などのエリアがある愛知九博記念公園内にあるテーマパークは何で、ジブリパーク。これは五木ひろゆきさんで合ってる。あ、合ってます。第56回の直木賞を青ざめた馬を見よで受賞されました。あ、そっちは合ってたんだ。そこまではね、さすがにね、もうジブリパーク青ざめてなかった。意義あり、意義あり、はいはい、押した後乾が特徴的な言葉だから押したって言ってたよ。特徴的な言葉だと思ったんだけど、どこが特徴的やねん。とうとう貴重映像が残り1個になってしまった。あ、だんだんでもなんか最初からいたりして、確かに平然撮れた感なくなってきた。くつろいでるよね。最終問題はこちらです。はい、あれ、おい、強調された感じしたけど、今のでおっしゃるんですか。天使がおっしゃるでしょ、今ので。天使ですよ、まだ。何を慎重にやるんだよ。何してんだ。ここまで来たら阿波踊りでしょ。阿波踊り。もうてか天使悪いだよ。お前、捨て鉢になるな。人生は慎重に慎重にだよ。答えはおそらくテトリスだ。テトリス、これは無難だ。いやいや、悪魔さん、それはないって。いやいや、いくつかある前振りの一つがテトリスになるんだ、これは。いやいや、阿波踊りだと思うけどな。確率的にはこれが一番硬い。無理をするな。喧嘩始めちゃった、天使と悪魔が。どっちかというと、これ天使の方が悪魔的処理をしてる。勝手に人のボタンを押してる。ね、人生は慎重にって言ってました。では、いくらさんから回答オープン。えい、テトリスはエイが泳ぐ姿を見て着想を得られたという説がある。あ、そうなんだ。へえ。で、アオドリは、えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、よい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 の掛け声。知らないな、それ。嘘でしょ。えらい。いやいや、イライやっちゃって。イライラ、ネイティブ発音は多分入ってるんじゃないかなっていうね。じゃあ鶴崎さん回答オープン。レン、レンと呼ばれる集団が、レンやティースピンなどの技がある。あ、技術の方。テトリス。レンってやんの。一回で消して次も消して次も消してみたいな。あ、連続でやる。連続で。もんちゃんはレン。うわ、正解はレン。うわ、これハードドロップ。上を押して、下を押して、こうや加速するんじゃなくて、上を押してガンガン、すぐ下ろしてガンガン。読みはバッチリですね。阿波踊りの方が、連と呼ばれる集団が踊りながら歩く徳島県発祥の伝統芸能は何。テトリスの方が、連バックトゥーバックティースピンといえば何というゲームの。おお、ということで連が正解でした。おめでとうございます。イエーイ。あ、ちなみに福良さんの回答なんですけど、テトリスの着想の元となったのはヒラメと言われている。ああ、めっちゃいいじゃない。はい、ということで5問終了して、4点4点2点でモンちゃんと鶴崎さんの優勝。イエーイ。
い。さあ、というわけで今回は天使と悪魔クイズやっていきましたけれども、皆さんの脳にね、天使と悪魔を降臨させて常に生きていくようにしましょう。そういう偶話じゃなかったな今日は。最初から答えが一個に分かるようにもうちょっと情報を聞いた方がいい。人生はもう一文字。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のリンクもあるので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。